ャンプ牛体感カラー作画
you
13人以上書いて、で全員が読者に向かっているものを書きたいなと思ったので、それでしかもあの時期がずれてるメンバーなので同じ画面にいるとおかしいの でそれで全部区切って書く感じにしましたね。そのキャラらしい顔とか距離感とかで書ければいいなと思って書きました。最初にこれにしようと思った時は真由里がこの距離だと面白いなっていうのから全員書こうかなっていう。いや宇野花は表情が分かんないようにしようと思って書いてるし、ケンパチはこうカメラ側に向かって喧嘩売ってる感じにしたいなと思って、浮き立ては一人だけこう緩やかな気持ちでこっち側を見てる感じに、バトルじゃないけどある程度緊張感のある相手に向かって目線をよこしてる感じにしてるんですけど、そのぐらいの距離感の相手に対した時にどういう表情をするかなっていうのを考えながら書きましたね。配置はまあ下書きの時にこいつの隣にこれがいると楽しいなっていうのを考えながら、本当はキャラ的にはアイデンと銀はこの位置にいた方がいいんですけど、そうすると銀箔が固まるのでそうならないようにこう、まあ銀のせいでここに移ったみたいな感じですね。この二人はなんだな、一番気を使うのは肌の色とかかな。メラニンが少ないキャラクターは他のキャラにも一段薄い色から塗り始めるとかで、女性と男性では塗る肌の色が根本的に違うので、それは全く別のペンを使って塗りましたけど、最初は彩色苦手だったんですよ。苦手というか嫌いだったんですよね、めんどくさくて。でも書き始めると楽しいし、たくさん書くと楽しくなってくるんで、たくさん書いてください。ジャンプ流原神創作の現場から、はい、先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ仕事の方よろしくお願いします、はい、こっちが、アシスタントの仕事場ですね。前の仕事場ではアシスタント同士が向かい合ってたんですけど、あの道具の受け渡しがしやすいように、今回は窓がでかいので全員窓の方を見れるように向こうを向いて配置しましたね。僕が毎回新しく出てきたキャラクターのトーンとかを書いて渡すんですけど、それをここの机の足が綺麗に SD キャラにして貼ってくれるんです。あんまり関係性ないですあのうちなんだろう、仕事の時間が短いんで、夕方の4時に来て翌日の昼の12時にみんな帰るんですよ。なのでほぼ接点がないです、アシスタントと。まあ例えば締め切り終わったら何かするとか、はい、ないです。みんなスッと帰ります年に1回みんなで旅行行く。行かないですこちらの棚は、この辺は何のための棚なんだろういや、もともとなんか前の家にあったものを、組み直して作ってもらったものなんですね。電話を隠してるんですよこっちは資料棚というかデザインの参考にしたりとかみたいなための本ですね。上はほとんど建築関係の雑誌ですね。でこれはなんか建築関係の雑誌をまとめたもんですね。10年間とかのやつをまとめて図鑑みたいなのを入れてたんで、刀の鐔だったりとか服の装飾だったりとかに建築の形が生かせたりするんで、これはねあれなんですよ、小3の時に買ってもらったやつです。すごい好きな本なんで、めちゃくちゃ丁寧に塗ったら今も綺麗なままで、妖怪
が好きなんですよね、妖怪とかそういう得体の知れないものみたいなのが見てると小学生のこの感じを思い出しますね。これボーンズって言って骨の写真ばっかりあってると思うんですね。あのアランからの仮面が基本的に動物の骨で、結構動物って見た目はしてても骨の形は知らないんで、どんな形なのかなって思うのにすごく役には立ちますね。原稿のコピーです。カラーの色を塗る前のやつですね。カラー基本的にペン入れしたものをコピーを取ってそれに色を塗るので、だから色を塗らないやつがここに残る感じですね。下はこう普段ジャンプに乗ってるもののコピーです。こちらのコピーをこう取ってファイリングするというのは何か目的というか、担当がうちで原稿を受け取って帰る途中で車にひかれた時のためですこれは作家さんにいただいたものです。結構この時は欲しいなと思ってた時期だったんですね。この辺指定でもらってますけど沢井さんの足だったんで、マスキングが川下さんの時は銀が好きで、銀にお仕事頑張ってやって言ってるサインくださいって言われて、じゃあ僕もさつきがお仕事頑張ってって言ってやつくださいって言ってもらいました。こっちは CD 棚です。この棚に入ってるので2000枚ぐらいだと思いますね。で本当はこれ以外に多分もう1000枚弱ぐらいあって棚買い足さなきゃいけないんですけど、一号持ちの時にたまたま流れてたのがこれで、このアルバムの News from the Front、 いちごのテーマです。出した時は A ボムズっていうグループ名だったんですけど、今多分ボム LA になってると思うんですけど、これのステップインサイドっていう曲がグリム上のイメージの曲なので、これはもともと好きな曲で普段から聴くんですけど、改めて聴くとやっぱし、ああグリム上こういうやつだったなって思って書きやすくなりますね。ここが僕の仕事場です。普段アシスタントが来ない時は勝手に足の机で書いてるんですけど、来た時はこっちに引っ込んで書く感じですね。 2,3 個前の仕事場の時に同じ部屋にしてたら、他の仕事がはかどらなかったんで、アシスタントが来てる間に、来る前にペン入れを、自分のペン入れを終わらせて、来てる間にカラーを塗るとかやってるんですけど、でそのカラーが全然はかどらなかったんで別部屋にしました。ここ仮眠用のベッドだったんですけど、仮眠全然しないんで物置になりました。僕徹夜しないんで、徹夜をすると逆に何だろう、原稿遅くなっちゃうんで、いつこれこっちに出てきて、漫画家はこの椅子を買わなきゃみたいなのを本で見て買ったやつですずっとこれ使ってますね。この机もパーツで買って、こう作ってくれて図面描いて渡して作ってもらったやつですね。でも実際組んでもらうと結構ここが遠すぎて若干使いづらいんですけど、まあそれはしょうがないやつですこれもらいもんですね。これリボーの天野さんにもらったやつ、なんかすごい可愛いんでずっと机に置いてあるんですけど、あれはなんか連載の600回記念でジャンプからもらったやつで、すごいコンが可愛くできてるんで、普段このトロフィー系っていうのは全部実家に送っちゃうんですけど、これは可愛いから置いとこうかなと思って、形が気に入ったのにこう囲まれてるとすごくいい気持ちで仕事ができるんでいいですよ。人の言うこと聞かないようにしてほしいです。担当ついたらついたで、担当はこう直しなさいって言ってくるけど、そうは絶対直さないっていうつもりで書いてほしいです。担当の通りに直してうまくいった人って、担当の通りに直してうまくいかなかった時って必ず担当のせいにするんです。でそれって漫画家になった意味がないので、漫画家って一人で全部やれるのが楽しい仕事なんで、うまくいっても失敗しても自分の責任できるように、担当に言われても
その通りに直さなくても面白ければ通るんで、なので絶対そうはしないぞっていう気持ちでやってほしいですね。あと物事をいろんな方向から見れるっていうのがすごく大事なので、ニュースで例えばこうですよっていう事件が例えばあったとして、でそれを見て本当はこうなんじゃないかなとかって考えるのって結構漫画を作るのに役に立つので、なのでいろんな方向から見て考えられることと、その中から自分の意見を固められることが大事だと思います。ジャンプ流実技漫画テクニック第4回ベタ塗り。ベタとは指定された範囲を黒く塗ること。影、髪の毛、衣服などを表現する際に必要な基本テクニックだ。今回は墨をつける必要がなくにじみにくい筆ペンと、細かい部分を塗るようにミリペンを使用。ベタ塗りをするのはペン入れの後。塗り忘れがないようにベタを塗る箇所にバツ印を入れておこう。まず毛先など細かい部分をミリペンで塗る。慣れないうちはこの方法でやればミスを減らせるぞ。続いて筆ペンで全体の縁取り。あとはひたすら塗っていく。ムラを気にして重ねすぎると原稿用紙が歪んでしまうので注意しよう。急いで乾かしたいときはドライヤーを使おう。暖かいと原稿が丸まってしまうので冷風で行うこと。ベタ完成。続いてはツヤベタ。ベタの一部を塗り残すことで光沢感を表現することができる。まず絵の中のライトや太陽など光の向きを考え、どこをどのように光らせるのか当たりをつけておこう。当たりに沿ってベタを塗っていこう。ベタを塗る際には髪の毛の流れも意識。慣れないうちは実際の髪の毛をしっかり観察してみよう。
ツヤベタ完成。毛先で払うように書ける筆ペンは軽さや動きも表現しやすいぞ。筆先を工夫し、さまざまなツヤ表現にチャレンジしよう。ベタ塗りは白黒の原稿で読者に色や光を伝える重要な技法だぞ。